なみちゃん、それ俺の服じゃね？それさ、あざみちゃんが俺にプレゼントしてくれたパジャマですよね、ジェラピケの。違うの、これはね、私の私利私欲で奪っているわけではない。作戦の一環です、これ今。どういうこと？というのはですね、先日さ、ショート動画でさ、かーくんが私の抱っこで寝ないけど、翔英さんの抱っこで寝るっていう話あったじゃないですか。あれを踏まえて、かーくんに私が翔英さんだと、その勘違いさせればいいんじゃないかっていうことになったんですよ。公明的発想。ごめん。公明的発想、私の。その翔英さんのぬくもりを活用します。あざみちゃん、超公明じゃん。超公明やろ。超公明やろ。長靴を履いた猫っぽいやろ。ちょっとそれは分かんないな。それは分かんないな。ごめんなさい。ね、これもすごい安定してるの。ね。ね。かくん、パパだよ。俺の声真似ね。そう。もうパパだと勘違いさせます。パパだよ。今、かくんはちょっと錯乱している。なぜ向こうにもパパがいるんだ。向こうにもいるのに。なぜだ。でもこの匂いはパパだ。これはパパに違いない。あれ、こっちにもいるみたいな感じになってるよ。でもやっぱね、ひーちゃんもかーくんもね、寒さとともに来ましたよ、やつが。肌がね、かさついてきておる。乾燥だね、多分ね。ちょっとなんか感じるもん、私も肌がピリついている。ピリついてるよ。なんかやっぱ、ちっちゃいうちは結構かさついちゃうのかな。うん、なんか私もだよ。遺伝かもしれない。私の肌も今、かさついちゃう。ちょっとね、かさついてきちゃってるからさ、なんか潤い立つ買いに行こう。私もなんか外出たいし。外雨っすよ。潤ってんじゃん、潤ってんじゃん。外潤ってるから外行きゃなんとかなるな。赤ちゃん本舗。ちょっとね、かーくんが泣いちゃったんで、ベビーカーじゃなくて抱っこで行きましょう。ベビーカー、物気の殻です。そしてこういう時に限って抱っこ紐をね、忘れてしまった。いや、目的のものがね、置いてあるみたいなので、ちょっと探しに来ましょう。どこだろう。ここ絶対、ここ絶対違う。水分がないエリア、ここは。水分保湿だから、私たちが求めてる。あ、水分潤いよ。あ、ここら辺じゃない。あ、あるじゃないですか。これだよ、ニコ石鹸、泡立てネット付き。これ私ね、ひーちゃんの時からも捨てたんだ。 SNS で見てたし、なんか友達も使ってたし、石鹸で潤うみたいな。保湿剤にこだわるより、まず石鹸を変えてみようかなと思いまして。頑張って。全部めちゃくちゃ軽いんだけど。え、これ中に入ってんの本当に。これは中に入ってるの本当に。入ってないんじゃない。なんか店頭で入れてくれるんじゃない、盗難防止的な感じで。なるほどね、交換ケースみたい。あ、空箱って書いてあるわ。じゃあこれ買ってちょっとお家で試してみましょう。やっちゃん、この買ってきたニコ石鹸、早速カー君に使いました。イエーイ。ちょっとなんかこれ専用のネットがついてて、それで泡立てる必要があるみたいなんですよ。ちょっともう最初結構私かしこまっちゃうタイプなの。形から入る。そう、形から入るタイプだから、しっかりやりたいから、ちょっと一旦カー君そこでステイしてて。ちょっと待ってよ。私はね、同時にいろんなことができないタイプなの。待って。まずは、はい。あ、見て、これ、泡の専用のネットですよ。あ、シュンペン。ね、待って、これさ、私なんか自分の洗顔を泡立てるのも、こういうネット使ってるんですよ。それが、こちらです。ってボロボロすぎない？ちょっと私も今後これ使おう。俺もそっち使う。これも捨てようよ。私もいつまで使うんだろうなって思いながら、これからこちらにします。ニコちゃんもね、取り出しまして、カー君が見てんのめっちゃかわいい。はい。あ、固形石鹸。こちらちょっとオーガニックのものらしいですからね。オーガニックで無添加らしいです。あー、なんか、なんだろう、甘さ控えめの優しいクッキーの味がする。でもこれは多分、感じ方に違いがあるかもしれない。私はなんかほんのり甘さを感じる、自然って感じですね。大好きですよ、自然。ちょっと俺も匂い嗅ぎたい。いいよ。あ、わかる。ああ、なんとなくわかる。クッキーか。なんかそう、わかるでしょ。香ばしい。香ばしい。なぜから思った。すいません、ちょっと間違えた。シャワー間違えた。
ちょっと一瞬。へい。あ、え、へい。あ、待って待って。超一瞬水かけただけで、やばい、溶けてなくなってしまうんじゃないかってぐらいトロトロ。ネットも濡らした方がいい気がする。いきますよ。すごいトロトロもっちもち。ねえ、わかるかなこれ。じゅわー。ネバールくんよ、ネバ。ネバネバなの。初めてこの石鹸にこの感覚。すっごい伸びるんですよ。不思議、これ。泡立ちがすっごいいいかって言われると、そうじゃないの。なんか、ゴシゴシやって、結構、こんぐらいのね、泡なんだけどね。まあ、もっとあるか。ここら辺にも泡があるんだけど、この泡が納豆みたいに伸びるの。例えばね、ちょっとよろしくないかもしれないけど、ネバネバしてるの。だからすごい伸びそう、肌に。ちょっとこれでね、カー君をね、洗ってみたいと思う。ヘイヘイ、カモン、カモンカー君。あ、伸びました。はい、ちょっとカー君につけたい肖像。あ、で、ちょっと今準備させていただきます。ありがとうございます。行くぞ。すごいね、伸びるわよ、あなた。じゃんじゃんこの今の顔見た？かわいい。かわいいね。いいじゃん、いつもカー君泣いてばめくのに超おとなしいですね。カー君お風呂好きじゃないんですよ。あ、でもなんか気持ちいいね。泡泡が柔らかいね。泡が消えないの。なんか泡ってさ、こうやってやってるとさ、へたるっていうか消えるじゃん。あり続けて、なんかクリーム塗ってるみたいだな。きめ細かいのかな。あ、そうなのかもしれない。きめ細かいとさ、すぐに泡ってなくなる、うん、やばい。なんか待って、これは私のもう娯楽なんだけど、このふわふわお肌は本当に気持ちいい。いやいや、がっつり風呂入ってんじゃないですか。いや、もうさ、カー君洗ったらね、ママちゃんはスッキリしたくなっちゃったの。なんかね、うん、カー君の肌もね、はいはい、ツルツルスベスベよ。え、待って、触らせて。ああ、え、やばいね。なんかね、ほっぺより足の方が、うん、足がね、ザラザラなとこあったんだけど、結構ツルツルに。あ、本当だ。あ、笑ってる笑ってる笑ってる。すごいすごいすごい。なんか私もさ、そのカー君にさ使うものだからちょっと私も試そうと思ってしたんだけど、お風呂出た後って必ずボディクリームめちゃくちゃ塗るの、うん、なんか塗らないと突っ張る感じがしてきついのよ。なんだけど今ね、結構ねしっとりしてるのかな。なんか足とか触ってみて。おお、なんかねしっとりしてんだよね。使った時はどちらかというとぬるぬるする感じなんだけど、意外と泡切れも良くて滑ってなった。洗い流すと、洗い流すと滑ってなった。サボテンのねオイルを使ってるんだって。なんかすごい砂漠の女性はサボテンのオイルで保湿力を高めるんだって。確かにあんな砂漠のさ、うん、ど真ん中にサボテンされてるわけじゃん、うんうんうん、あいつら相当保湿力ないと枯れるよね。でしょでしょ笑ってる。せやなせやなって笑ってる。そのちょっと高級なオイルが入ってるからっていうのも結構強いらしいんだけど、なんかさ、ひーちゃんの時もさ、まあ、結構なんか夏とか、まあ夏終わりぐらい今頃にさ、だいぶ肌荒れてさ病院に通ったんですよ。で、結構肌って一回こじらせると長期戦じゃなかった。そうだね、うん、でもカー君はできるだけね、ちょっとそういう予防をしたいなと思っておりまして、君はもっちりもちもちのねお肌にしてあげたいなと思ってるんですよ。何のもの？お前なんかカー君が可愛すぎてちょっとうーんってなっちゃう。でもそれをシュールで見るから真顔で真顔、本当に。ちなみにさ、その2個石鹸さ、うん、2970円だったでしょ。ネットで買うと2個で2178円なんですよ。ちょっと待って待って、私の頭が追いつかなかった。あれってことはさ、待って、2個で2178円ってことはさ、1個1000円ぐらい。それ知ってたの？うん。なんで言わないの？なんで言わないの？あなた。じゃああれじゃん、ウェブで買うのが一番お得ってことだね。そうだね。しかも、うん、今回、うん、概要欄にリンク貼ってるんですけど、そのリンクから買うとさらに100円引きになるんですよ。つまり2個で2078円で買えるんです。2個2個石鹸買える。ニコニコ石鹸か。つまりニコ石鹸。で、みんなニコニコやな。な、せやな。ひーちゃんよとかくんよ、おじたいもな。お姉ちゃんと一緒なんてやだもんね。
そうだよね、二人用に買いましょう。でも多分アザミちゃんが一番使ってるパターン。確かにそれはある。ねえねえ、かわいすぎなんだけど。もう、もう牛だもう。もうなの？帽子もあったんだけど、帽子は角に上がるから。でもすごい可愛いね。お肌もさ、まだ白いしさ、牛さんみたいじゃない。ねえ。なんか私今カー君に同意を求めちゃったんだけど、まだ喋れないんだった。ニコ石鹸、気になる人はぜひ買って使ってみてください。じゃあねー。バイバーイ。